さんもともと介護はされてたんですか。いや全くです。初ですか。初です。本当働いてます。いいじゃないですか。他業種からの大歓迎、全面的にしか褒めてバックアップしたいもん、ね、うん、あ、むしろ、はい、どうも、日本一バズってる解放していくトーカーのガップリンです。本日はですね、大阪は門真市のね、大和田駅からも徒歩5分ぐらいにありますデイサービス花の里にやっていました。30メートルって書いてるんで、多分もうここからすぐ近くにあるかなと思います。ガップリンさん、ガップリンさん、はい、ここです。どこ、あれ、こちら右側の施設です。いや、そんなわけないじゃないですか。この多分両手でしょ、これ。ただの、いやいや、ここですよ。デイサービスに絶対にある車ある。どないなっとんねん、これ。ちょっともう入りましょう。レッツゴー。あ、どうもどうも、こんにちは。こんにちは、ガップリンです。よろしくお願いします。お願いします。本日はちょっとお邪魔させていただこうと思いまして、よろしくお願いします。はい、森田さん、はいはい、ここはもう一体どういった施設なんですか。改装やったり、うんうん、各種レクレーションが充実させてるデイサービスという感じですね。なるほど。大体何名ぐらいの方がいてるんですか。利用定員がまあ20名で、ちんちくんとか17、8人ぐらい。うん、はい、建物はこれ、なんかこういう風なデザインにしたのか、もともとこういうところを使ったのか。そうなんです。僕もともと料亭で古民家を、はい、ちょっと改修して全部まあバリアフリーにさせてもらって、うん、利用させてもらってる、まあ、雰囲気がね、いいのか、落ち着くよ。利用者さんにとってはやっぱりこういう雰囲気はいいですよね。まあ、ちょっとね、職員さんから見てもこの古民家というのがどう作用してるのかもちょっとね、お話聞かせてもらえたらなと思うんですけど、はい、じゃあちょっと早速職員さんにもお話聞きます。はい、コモエスタイムズ。はい、それではこちらで働かれてるスタッフの村田さんですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。今結構長いですか、ここは。いや、まだ2ヶ月目です。めちゃくちゃフレッシュ、はい。一番最初にちょっと触れたいのが、髪の毛ツイストパーマーっていうのがね、はい、こんなん別に何も言われないんですか。はい、何も言われない。もう全然ええやんみたいな。もうええやんみたいな感じで。制限というか、はい、はかけられてない感じなんですね。かけられてない。それいいっすね、なんか自分のしたい髪型しながらね、働けんやからね。めちゃくちゃいい。実際もともと介護はされてたんですか。いや、全くです。初ですか。初です。資格は持ってはったんですか。資格は、はい、初任者。あ、初任者だけ取って、はい、介護じゃあやってみようかみたいな。あ、そうです、そうです。それでもどういう理由でまた介護。シンプルにやっぱじいちゃんばあちゃんと話すのが好きと。ああ、いいじゃん。あとはもう YouTube でここ見て。あ、そうや、コモエスで来てくれた人おったって村田さんのことですか。そうです。おえ、 YouTube のあのあれですかね、1分動画かな。あ、そうです、そうです。それ見て雰囲気がいいなと思って来た感じですか。その動画を見て。そうです、もう古民家のこの雰囲気と。あー、なるほどなるほど。あ、そうやね、この施設全体の施設の雰囲気もそうやし、あ、う、中のまあ人とか映ってる人たちの雰囲気も良かったんですね。はい、言わされてないですか。大丈夫です。実際じゃあね、その雰囲気を見てここに来たわけじゃないですか。はい、ギャップはなかったですか。全くないです。あ、ほんまですか。もうほんまにイメージしてた通り。うん、働いてます。いいじゃないですか。なんか初めてのね、やっぱ施設って結構そこが基準になると思うんで、そうですね、ここでええやんと思ったらもう転職できないですね。もうここで頑張りましょう。頑張ります。いや、でもなんかすごい雰囲気合ってると思います。まあ、デイとかってね、お話しするのが好きな人とか、はいはい、そういうことなんやろ、介護の技術云々よりもこう明るいとかこう楽しい人っていうのは結構向いてると思ってるんで、僕自身も。だからもうね、介護関係ない人から来てくれたのめっちゃありがたいですね。本当ですか。いや、本当に本当に、もうようこそ介護って感じです。実際こう現場に来て良かったなっていう部分とかはありますか。やっぱ利用者さんと距離が近づけるのあと、なんか施設ってなんか広いイメージがあるんですよ、建物自体って。けどここ結構狭いじゃないですか。まあ、コンパクトにはなってますね。コンパクトでも近くに持って見れるっていう、うん、そういう点はめっちゃいいかも。あ、なるほど。まあ、この古民家ならではのね、この形やからなんかなもあるから、そうかそうか、そういった意味でもこの形というか広さも結構働く上ではちょうどいい。ちょうどいいっす。あ、いいですね。人数もちょうどいいですよね。人数もちょうどいい。20いかんぐらいね。そうですバタバタしすぎず、そうですね、適度ににぎやか。いいっすね。はい、それではこちらでね、半年ですね、働かれてる T さんに来ていただきました。お願いします。はい、よろしくお願いします。介護未経験から。はい、そうです。で、今資格を取りに行ってるんでしたっけ。初任者研修は取ってたんですけど、はい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 、今実務者研修の学校に行ってます。それもここからっていう感じですか。はい、ここ会社で負担してもらって、はいはい、ステップアップで行かへんかって言われて。あ、言ってくれたんですか。はい、いいじゃないですか。上司の方から言っていただいて。どうでした、実際ここで働いて。もともとは家が近いっていうので、うん、あ、いいじゃないですか。させていただいて。でもまあ周りの人たちも、うん、まあ、話しやすい感じのアットホームなんで。うん、そうですね、はい、話しやすいですし、本当に雰囲気もなんか撮影中のね、はい、合間合間もすごい楽しいぐらい、はい、なんかこう上司やから言いにくいとか、うん、そういうのも全然なくて。あ、そうですね、はい、それはなんかすごい感じましたね、僕も。なんか本当になんかその森谷さんってこう、なんやろ、言ったらいいよって言ってくれる雰囲気というか、やってみいやみたいな雰囲気が。そうですね、すごいね。とりあえずなんかミーティングとかが月かあるんですけど、はいはい、なんか自分らの要望があったら、うん、何でもいいから言ってやみたいな、やれることはやるでみたいな感じで言われて、それがきっかけでカラオケもちょっと入れてほしい。ああ、私とかも。そう、ここね、はい、そう、古民家なのに結構なんか意外と最新機器が入れてくれて、映画なみたいなで、はいはいはい、すごい。まあ歌う
うのが好きな利用者さんも、まあ、絶対いますよそら、まあ、あれ見て体操とかね、あ、そうです、お昼もやってましたね、はいはいはい、あれで体操してたからすごいですね、あれはね、うん、結構いいと思います、重宝してますいやで本当に皆さんの話聞いてて思ったんですけど、1個だけちょっと確認しておきたいんですけど、はい、無資格でも別にいいんですか？あ、もう全然もう無資格でも、何やったらこの他業種からの大歓迎なんで、はいはいはい、あ、元キャバ嬢やったみたいな人もおれば、村田さんとかもね、全然介護は全く初めてで続いてたし、うん、そうなった時にこちらも全面的に資格も含めてバックアップ、うん、はい、あのさせてもらうというかしたいので、うん、あ、むしろ、はい、介護に興味出たなとか、穴の里が、あ、面白いかもなと思ったっていう、うん、その気持ちだけで来てくれたらっていう感じですね。うん、絶対面白くさす自信もあるよ、ね、いや、まあ、それは正直間違いないと思います、はい、うん、絶対にもうここにはまると思います、そうですね、来ちゃえば、はい、実際なんかどういう人に来てほしいとかあります、その業種とか以外、新しいことしたいとか、うん、もうデイサービスは今はこんな感じが、まあ、世の中デイサービスってこんなんですよっていうやつを積極的に変えていったれっていうような子が来てくれると一番嬉しいかな、いいですね、うん、何でも行きますって言うたら、あのこちらはあのあかんなんか言いませんと、応援できることはやっぱりどんどんしていくし、はい、じゃあこの森谷さんからこの求職者さんに向かってなんかメッセージとかあれば、もう介護初めてとか、あとは他でまあ介護やってたけど合わんかったっていう方にあの来ていただいたら、ちょっと介護のイメージガラッとあの変えてもらえるような僕ら関わりとか取り組みしてるんで、そういう方はぜひぜひあのご連絡くださいというのと、我々デイサービス2つ近くに持ってるんで、ひまわりの里というところもありますんで、まあ、両方見てもらってええなと思ってもらえれば、一緒にお仕事をさせてもらいたいなというふうに思っています、はい、ありがとうございます、はい、本当にねあの両方ともね見てもらって、本当に気になった方はぜひコモエス花の里で検索していただいて、働く前に働いてみてください。動画の下にあるこのボタンから LINE 友達を追加してくれたら、無料で介護の適職診断を受けられます。他にも LINE 限定でガップリンが取材に行った動画や大阪の新着求人情報を動画でお届けしますので、ぜひお友達になっておいてくださいね。皆さんに合った素敵な職場が見つかりますように。